とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は縛りプレイやっていきたいと思います。初期装備のまんまやってみましょう。初期装備のまんまでアーティファクトは取っていいですね。でエンチャントも禁止します。まあ特にいいエンチャントついてないんですけどね、ついてないんだけども、エンチャントは禁止でいきましょう。いやなかなか厳しいかと思うよ。今回、商人が2回かしかいないので、いつもよりもちょっとクリアしにくいかもしれない。まあまあ難易度は低いからね、どうかとは思うんだけども、いいか、いきましょう。問題があるのはどんぐらいか、なんか後の方になるとちょっと敵が多くなる場所があったんで、そこがちょっと気をつけなきゃいけないかなぐらい。あとは特に問題ないんじゃないかな。はい、まあまあまだ楽勝ですね。火力絶対いるからね。いやどうだろう、まあまあエレメントのカバンの方をしましょう。確かにボス戦に雷の杖いいかなと思うんだけども、そうね、まあ最後のやつだからなんかパワーシェイカーでなんかなりそうな気はするのよ。 OK、 ああいやちょっと待って、どういう構成にするかな。パワーシェイカー2つ持っていくっていうのもねいいかなと思うんですよね。最初のパワーシェイカーを、後で、いやーちょっと待って悩む。剣はもうそのまんま初期のまんまでいって、そうね、最後にパワーシェイカーを2つ持つか、それはそれでなんか面白い気はするよ。よし終わり、パワーシェイカーね。パワーシェイカーが多分一番ダメージ取れるんだよね。なのでそれを主として使っていければいいんじゃないですか。オッケー、こっち、あ、まだ出るんだよな。あ、でも大丈夫なあ、か雷は出なかったけど炎出たからいいでしょう。よっしゃ間に合え、オッケー。だからネクロマンサーは出た瞬間に倒したい。よし終わり、取れないんだよな、取れないんだよな。でエンチャントもできないんだよな。まあ、そこは若干厳しいところ。 OK、 いいね。やっぱちょっと厳しいよ。オッケーオッケーオッケー、危ねえ。普段よりやっぱ断然難しいね。はい、6回クリア。これ商人結構後だったよね。いやドラは絶対いるって、ドラ絶対いるよ。商人がいや後だったから、そうねことはないよな。でもとりあえず防具を上げないとどうしようもないので、最初の商人は間違いなく防具で、あとで剣、そうね、ほんと最後の最後に商人来るからね。
最後の最後に来るんで、そこで剣を上げるか、もしくはパワーシェイカーで瞬間火力を上げるか、どっちかだよ。どうするかね。よし、お、まあ、矢は確かにいっぱい出るけど、そんなにいらないかな。15回ぐらいになると多分もう使えないもんね。あ、そうでもなかった。あ、そうか、もうちょっと先のやつはあれか、パワーか。ここ、ま、間違いなく防具よ。防具上げてないと耐えれないもん。でもこの85の防具があれば最後まで HP 持つんで大丈夫でしょ。いやーでも吸血とか回復系がついてないとちょっときついか。 OK、 弓で全然倒していけてる。お、これはラッシュがついてるね。 OK、 いいね。ちょっとあそこ鬱陶しいな。ちょっと待って、よし、終わりかい。いや余裕だわ全然余裕。変えようか。ちょっとでも火力を持っていった方が、ボスとは戦いやすいはず。よし OK。 でも雑魚戦はそうね、種の方が戦いやすいか。よし、 OKOK、 全然弓使っていっていいから。 OK、 よし、終わり。うん、ラッシュ意外とこれ面白いかも。10回クリア。ボスが、まだ先だよね。あー、しょう、いや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 、召喚ビルドじゃないし、うん、バジネストの方がいいような気がするね。うん、バジネストにしようか、の方が安全だな。火力はあっちがあるけども、こっちはもう火力プラス、よしよし、防御力も上がる感じなんで、これでいこう。 OK、 ではこっち行こうかな。はい、うわー、やっぱりか、やっぱりか、倒せないよね。2発じゃ倒せない。よし、こっちはパワーシェイカーでなんとかなるね。しゃ、まあ、順調、すごい順調。ここも特に問題はないはず。いや全然倒せない倒せない。通常攻撃が厳しくなってきたぞ。でもまあそこをね、このハチたちとかそういうのでなんとかしていければいいかな。しゃ、いける。パワーシェイカーでまだ全然いけますね。 OK。 あ、やばい、パワーシェイカーこれ回復しねえぞ。いけるか。よし、 OK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 、 いいんじゃない。おお、剣の攻撃力がないこと、まあ仕方ないけど、火力あるね、火力あるね。いや、
やでも運になるんだよな、やめとけ。運が良ければ雷ね連発できるんだけども、ここさパワー、いや無難に行こう。剣が無難。うん、パワーシェイカー上げてダブルパワーシェイカーもいいかなと思うけども、いや、うん、雑魚戦がちょっときついと思う。なのでこれでいきます。いやもうこうなってしまえばもう雑魚戦余裕よ、余裕。この感じなら全然いけます。 OK 余裕。おっしゃ、まだまだここら辺はね敵が少ないので行けるよ。よっしゃ、でパワーシェイカーをダブルにするよね。うん、まあ、一発のダメージは前のパワーシェイカー弱いけども、まあまだ使えるよ。チビがもう一匹来るか、来んか、来ないね。いいんじゃない。でパワーシェイカー入れて、いいね、いいよ。よし、ナイス。ここに当ててちょっと倒すか。ナイス、いいんじゃないですか。終わり。いい感じ。あ、ここが若干敵多いか、若干ね。うん、リッチがちょっとめんどくさい感じだったと思うけども、全然いける。よし、この集まってるところにパワーシェイカー入れてあげれば全然いけるね。おい、よし、終わり。いや、これもうちょっとこれ縛りをつけてもいけそうだな。釣り竿を使えば面白くないからね。このまんまいきます。ダブルパワーシェイカーいいね。一つがクールダウン中にもう一つの方を使えるんで、もうすごく戦いやすい。 OK、やば、危ない。ああ、ちょっと回復したっしょ。回復したよ今のは。クールダウン中でもなかったでしょ。なんか絶対使ったはずなんだけどな。オッケー。よっしゃ。オッケー、いいよ。途中なんか強力なやつが出るからね。ここ。よっしゃ。あ、問題なし。おい、逃げんな。いいね。ちょっと一回やられましたけども、18回クリア。はい。でボスね。多分ダブルパワーシェイカーで。いけるんじゃない？ドラで。いきます。いける、いけるね、全然余裕ですよ。あ、ちょっと待って、パワーシェイカーが中途半端な形になってた。でも大丈夫ね。いいね、よし。オッケー。
あ、終わりじゃない？まだか。意外と最後湧く。どうだ、まだいるんかい。結構いるぞ。よし、はいはい、20回クリア。サクッといこうぜ。うん、でここの雷の杖までソウルを貯めてくれば使えそうな気はするけどね。よし、 OK。 ちょっとね、このよしよし、こいつはまず倒しとかなと。うっとうしい。ちょっと待て、クモ、動けん動けん動けん、動きだいぶ制限されてる。よし、 OK。 で、あとこっち側に、え、こいつでおしまい。あ、違う、まだいる。はい、21回おしまい。ここ結構敵多いけども大丈夫だったね。最後いきましょう。いやいやいや、うーん、意外とこっちの方がいいかもしれないね。待って待って、うん、こっちの方がダメージあるな。これでいきます。ザクも出るし、アップドラフトでちょっと調整しよう。一気に決める。まあ一気に決めれないけど、ああ、うん、一気にはちょっと無理だわ。よし、おい。いや、でも、オッケー、いや、結構、やべやべやべ。ああ、ちょっと、きついな。ちょっときついな。ちょっときついな。ザコはちょっと厳しいぞ。できるだけ、あ、いやいや、最初にアップドラフトで減らしてた方がいいわ。ちょっと待って、お前ら出てくるんだ、やめてくれ。よし、あっぶね。よし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 、まあ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 、ちょっと待って、意外と火力高っけ。よし、オッケー。あぶねえ、あぶねえ。ラスボスがね、結構厳しかったです。うん、でもまあいけたんでよかったですね。報酬見てみます。あぶな、やられるかと思った。報酬良くないんだよな今回。いや、報酬が本当に良くない。まあスイフトにしときましょうか。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。